が努力をしてきて21世紀枠の東海の代表候補までなった、これは皆さんの努力の賜物です。今回このような結果で、本当に日頃から地域の方、OB の方々に支えてられている感謝の気持ちをこれからもしっかりと持ち続けて、まあ、正直悔しいんで、しっかりこの悔しい気持ちを、まあ、練習からしっかりみんなでもう一回気を締めて取り組んで、で、まあ、春、まずはしっかり三重県で一番取り組んで頑張りたいと思います。この牧之本高校はやっぱり地域の方々の期待っていうのが他の高校よりもやっぱ大きいと思うので、で、まあ、OB の皆さんの夢でもあったものなんで、僕たちの代で絶対行けるように、絶対行きます。